ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。 DTM は御用達のソフトウェア販売サイトプラグインブティークが先日10周年を迎えたそうです。いや、おめでたいですね。現在プラグインブティークでは10周年を記念したセールを実施中ということで、この機会にプラグインブティークで買い物をするメリットとデメリットを僕なりの視点からお話ししていきたいなと思います。プラグインブティークで普段からよく買い物をしているよという人、プラグインブティーク名前は聞いたことあるけれども使ったことはないという人、そんなサイト、そんなショップがあるってことを知らなかったという人、ぜひこの動画最後までご覧いただき、お役立ていただけると嬉しいです。説明欄にプラグインブティークのウェブサイト URL も記載しておりますので、ブックマークしてご活用ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まず、はじめに僕とプラグインブティークの出会いについて、少しだけお話をさせてください。まあ出会いっていうほど大げさなものは何もありません。DTM、スペース、セール、こんな感じで Google で検索をかけると音楽制作関連のソフトウェア、ハードウェアのセール情報をまとめたサイトっていうのがいくつかヒットすると思います。そういったまとめサイトっていうのは製品の情報とか魅力っていうのをこう文章で説明した後に、購入はこちらからみたいなリンクがあって、でそのリンククリックすると、販売店のサイトに飛ぶようになっていて、で飛ばされた先の一つにプラグインブティークがあったという感じです。プラグインブティークはイギリスのショップで円での価格表示っていうのはできるものの、ウェブサイトの日本語表示というのはありません。少し怖さっていうのはありましたが、信頼できそうなショップだなっていうふうに感じたので、アカウントを登録して買い物をするようになりました。まあほとんどの人は同じような流れでプラグインブティークで買い物をするようになったんじゃないかなと思います。僕の YouTube の発信がきっかけでプラグインブティークを知って買い物をするようになったという人ももしかしたらいるかもしれません。ウェブサイトの日本語表示ができないというふうに言いましたが、プラグインブティークジャパンという日本支部みたいなものが今はありまして、日本のユーザー向けのサポートページっていうのを作ってたりとか、製品の紹介ビデオの翻訳を行っていたりとか、あとは日本独自の施策っていうのもたまに行ってます。また現在は自動翻訳機能を使ったチャットによるサポートっていうのも行っているそうです。説明欄にサポートページの URL も記載しておきますので、こちらもご活用ください。おそらくこの10年間の間に少しずつ日本のユーザーに対するサポートの体制っていうのが充実してきたんだと思います。昔からプラグインブティーク使っていたっていう方は今こんなにサポートが充実しているということを知らなかったんじゃないでしょうか。僕も正直日本語のサポートページの存在っていうのはこの動画を作るにあたって情報を整理していく中で初めて知りました。買い物の仕方とか全部丁寧に書いてあるんで、ぜひ参考にしてみてください。それでは本題に入ります。プラグインブティークで買い物をするメリットとデメリット、まずメリットからご紹介していきます。メリット1、お目当ての製品が見つけやすい。いろんなメーカーの製品を扱うプラグインブティークのようなウェブサイト、ウェブショップっていうのは日本国内にも国外にもたくさんあります。なんですけど、僕が普段使っているいくつかのショップの中ではプラグインブティークが一番見やすいなっていうふうに個人的に思います。パソコンのブラウザで見た時の情報の量とサイズっていうのが絶妙。ソフトウェアのタイプ、メーカーなど様々な方法で製品を検索、相当することができ、セール中の製品のみを一覧で表示するようなページもあります。また、製品の割引率っていうのが一目でわかるっていうのもいいところだなと思います。メリット2、月替わりの購入特典がついてくる。何か製品を購入すると、無料でおまけのソフトっていうのがもらえるようになってます。もらえるソフトは月替わりで、現在、2022年の2月は、アートリアのアナログラボイントロが無料でゲットできます。特典になるソフトっていうのは、まあ比較的価格の安い製品が多いんですけれども、今月みたいにイントロ版がもらえる時っていうのは、それを種にして、お得なアップグレード価格で、完全版の製品を購入できたり、なかなか、実用的なソフトっていうのも多くて魅力的だと思います。今まで知らなかった、使ったことのなかったメーカーのプラグインを使うきっかけになるっていうのもいいところだなと思います。メリット3、バーチャルキャッシュとトークンがもらえる。
バーチャルキャッシュっていうのは、次回購入時の割引に使える、まあ、ポイントのようなものです。で、トークンっていうのは、バーチャルキャッシュや、サンプルパックと引き換えることができます。プラグインブティークで買い物をすればするほど、バーチャルキャッシュやトークンっていうのが溜まっていって、で、お得に買い物ができるということです。メリット4。購入したソフトの情報をまとめて管理できる。個人的にはこのメリット4っていうのが一番大きいなっていうふうに感じてます。マイアカウントのマイプロダクツのページでプラグインブティークで購入したソフトウェアの情報っていうのをメーカーの枠を超えて一括で管理することができるんですね。シリアル番号、ダウンロードページの URL、で現在のバージョン情報など必要な情報がまとまっているので、パソコンを買い替えたり買い増ししたりした時にすごく便利です。また一部ソフトを除きアップデート情報っていうのも表示してくれるんです。最近ではメーカーごとソフトウェアごとの管理アプリっていうのがあって、でそのアプリを立ち上げないと自分のソフトのバージョンが最新かどうかわからないと、そういうのも多いんですけれども、手持ちのソフトが増えてくるといろんなメーカーのアプリを立ち上げてこういちいち一個ずつ、アップデート確認しなければいけない。それ面倒なんですよね。プラグインブティークのマイプロダクツのページは、メーカーの枠を超えて、手持ちのソフトの最新バージョンと、ダウンロードの URL っていうのを表示してくれるので、すごく便利だなっていうふうに感じてます。続いて、デメリットについてお話ししていきます。デメリットその1、必ずしも最安値で購入できるわけではない。ある時期まで、プラグインブティークで取り扱いのある製品であれば、まあほぼほぼプラグインブティークで買うのが一番安いだろうと、そんな感じだったみたいなんですけど、最近はそうでもないらしいです。普通に国内のサイトとか、メーカー直で買った方が安いソフトっていうのもあります。まあこれは各メーカーの日本支部とか、日本の代理店の企業努力なのかなっていうふうに僕は理解してます。まあ僕は1円でも安くと、セール情報を血眼になりながらチェックする、そこまでではないので、どれくらいの製品で、どれくらいの価格差が生じてるかっていうのは正直わかりません。少しでも安くソフト購入したいっていうふうに考えてる方は、まあ、いくつか他のショップと比較をしてみて、で、まあ、どこで買うのが、一番自分にとってメリットが大きいのか、バーチャルキャッシュとかトークンとか無料のおまけソフトとか、まあ、その辺も含めて、比較して判断するのがいいんじゃないかなと思います。デメリットその2、やっぱり英語表示はちょっと辛い。まあこれは個人差あると思うんですけども、僕の英語力ではサイトに記載されている内容を理解するのにちょっとエネルギーを使わなければいけないんですね。パッと見てすぐ情報が入ってくるわけではないということです。ブラウザの翻訳機能を活用するのも手ですが、音楽制作に関する専門用語っていうのを正しく翻訳できない場合っていうのが多いのが難点です。お目当ての製品をある程度絞って、で、その製品について、どっか別のところで、予備知識を得てから、プラグインブティークに乗り込むと、そういう風な使い方がいいんじゃないかなというふうに感じています。デメリット3、買いすぎ注意。まあ、このデメリット3に関しては、正直話そうかどうか、結構悩みました。でも、まあ、視聴者の皆さんにとって有益な情報なんじゃないかなと思って話すことに決めました。僕は数年前からプラグインブティークとパートナーシップを結んでいます。まあ、すごくかっこいい言い方今しましたけれども、具体的に言いますと、アフィリエイトプログラムに参加しているという感じです。僕が生成したリンクにアクセスした人が製品を購入した場合に、僕にいくらかのインセンティブが入るという仕組みになってます。まあ、アフィリエイトの仕組み自体はどこにでもあるもの、どの業界でもあるものなので、いいとか悪いとかはありません。何が言いたいかっていうと、例えばあるメーカーが自社で作った製品の魅力を熱く語る、そんな記事とか動画っていうのを目にしたら、それはプロモーションだなっていうふうにわかるじゃないですか。まあ、プロモーションなら基本的にはいいところばっかり言うだろうし、悪いところにはなるべく触れないようにするだろうなって思いますよね。
まあ、そこを差し引いて情報を受け止めて、自分にとってそれが本当に必要なものなのかどうか、購入を検討するんじゃないかなと思います。でもそういった情報を個人が発信していた場合、なかなかそんな風には捉えられないと思うんです。で、プラグインブティークで取り扱っている製品を紹介するっていうことが、その紹介している人の利益につながってるっていうパターンが結構あるよってことなんです。そこを差し引いて情報を受け止めた方がいいですよと。じゃないとどの製品も非常に魅力的に見えて、買い物止まらないみたいになっちゃう。お金に余裕がある人はたくさん買い物した方がいいと思います、いろんな意味で。でも中学生とか高校生とか、限られたお小遣いで、自分に本当に必要な、重要度の高いものからゲットしていきたいよねっていう人も視聴者の中には多いと思います。そういう人がみんながいいいいって言ってる、あのソフト買わないといい曲作れないんじゃないかって思ってしまうのは、すごく良くないことだなと個人的には思うんです。僕の生活におけるプラグインブティークのインセンティブの割合っていうのは、まあ、ほんのわずかなので、自分が本当に気になった製品とか、まあ、使ってみていいなっていうふうに思った製品を、発信していきたいなっていうふうには思っています。ただ、僕の個人的な倫理観として、僕がそういったプログラムに参加をしていて、そういった立場で、情報を発信しているっていうことは言っておきたいなっていうふうに思ったので、最後にこういった内容をお話ししました。でもこのパートナーシップっていうのは僕とプラグインブティークだけが得をするそんなパートナーシップではなくって、過去にはタッグを組んでプレゼント企画をやってみたりとか、そんなこともありました。視聴者の皆さんにも何かしら還元できるものがあればいいなと思っています。いかがでしたでしょうか。最後ちょっと難しい話もしましたが、プラグインブティーク見やすくて、おまけもらえて、でソフトの管理簡単でいいよねっていうのはもう本心です。僕も長い間利用してますし、つい一昨日も、今日まで 80% 割引になっている XLA のオーディオの RC20 というソフトを買ってしまいました。ぜひ、説明欄に記載の URL をブックマークしていただき、買い物をする時の選択肢の一つとして、プラグインブティーク活用してみてはいかがでしょうか。そして、僕の日頃の活動を応援してるよと、そういう気持ちを少しでもお持ちの、優しい視聴者の方いらっしゃいましたら、僕の動画に貼っているリンクから、プラグインブティークで積極的に買い物していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が、動画制作のモチベーションにつながります。ぜひよろしくお願いします。また、僕の最新曲と、パクユーチャンネルのメンバーシップの皆さんの楽曲を集めたコンピレーションアルバム、好評配信中です。ぜひ、そちらも説明欄に記載の URL からチェックしてみてください。ありがとうございました。また明日。